馬場第2レースは2歳未勝利、芝の外回り 1200m、 出走メンバーは13頭です。外回りコース向こう上面、スタンドからは一番遠い地点でのゲート入り、順調に行われています。上空は依然として厚い雲に覆われていますが、ほんの少しだけ明るさが出てきました。スタートしました。若干4番砂の妖精は後方から、コーダッシュ9番ビールデソーロ、早くもファンバッシュリーの内から接近、3番岡本社長2番手から前に並んでいって、3番手1番モチジャックポッド、先端3頭、3馬身後方4番手5番ウイテリリューナ、接近するのは7番ショーダンナウシダ、3コーナーカーブかわしていく13番フォルクナです。800を切って上がっていくのは内から8番記録ハニー、その外に10番のジュパンスワトアが行っています。3、4コーナー中間で1馬身3番マイルヘリテージ、2馬身遅れて11番ミコロデル、前半 600m33 秒9の通過、4馬身遅れて2番のリスプルカール、5馬身から6馬身後方に口が入って4番スタの妖精、最後方3馬身差12番マイネルギリアです。第4コーナーをカーブ直線に向いています。前が2頭、3番岡本社長、外9番ニールデソーロ、2頭並んで直線コースカズー、3番手から前の方向に向かっています。メンバー中央に相談したいは1番モジャックポット右から鮮やかに乗り切ってトライしています。2戦目駆け上がり、関東は岩谷来市、タイムは今1秒7、そして5番のフルケデミューナ、さらには11番ミコロデミリ、タイムは1分9秒7、1番モジャックポット、道中は3、4番でゴール前から集い内から伸びています。1番モジャックポット、最後は2馬身のリード、中京デビューから中1周、中山に転戦して初勝利です。タイムは1分9秒7、上がりたいゴールバトの 800m は47秒2、600m は35秒7です。そして5番のルーケデルナが2着、12番メコロデル3着です。その後ろに7番ショーナンナウシダ、1着1番ゴジラクポット、2着に